オーデンはスウェーデン海事局に所属し、砕氷による陶器の航路確保と南北両局の科学調査に使用される同国最大の砕氷船である。1957年にフィンランドで建造された砕氷船、オーデンの名を継いで、1988年に2代目のオーデンとしてゴータベル県社のアーレンダール造船所で建造された。ノーショーピングを母校とし、 スウェーデン海事局の業務として、冬季凍結するボスニア案の航路警戒に従事している。また、最表のオフシーズンにはスウェーデン局地研究事務局との長期契約によって局地における各種の科学研究に携わる。運航は海運会社バイキングサプライシップスによって行われる。氷結した海面における船体抵抗軽減と旋回性向上を目的として、 船首の幅を、船体の幅より広く取ったリーマー船形を採用しており、先端がフラットな形状の首下部には組み上げた海水を散水して採氷抵抗を軽減する春ウォッシュシステムを装備している。連続採氷能力として厚さ1.9メートルの氷が張った海を3ノットの速度で進むことができる。全甲板には多用途に使用可能な90。 平方メートルの研究室を持ち、甲板上には最大13個のコンテナラボを増設可能なスペースがある。船尾には20トンの釣り下能力を持つ A フレームクレーン、深海 A のサンプル収集機を牽引可能な8000メートルケーブルを持つウィンチなどを備えている。固有の探索機器としては288本の超音波ビームで、 最新1万1000メートルの海底を 3D マッピング可能なマルチビームエコーサウンダーよび海底下100メートルまでの地層を分析可能なサブボトムプロファイラを2007年に新たに装備した船橋後部にはヘリパッドが設けられており重量10トンまでのヘリコプターが利に可能である1991年にドイツの最標線ポーラーシュテルンと共に 北極調査公開を実施し、同年9月7日、比較動力の船舶として初めて北極点に到達した。2004年には、統合国際新海掘策計画による、史上初の北極新海掘策調査プログラム、ASEX に参加。ロシアの原子力再氷船、ソビーツキーソユーズと連携して、ロモノソフ海嶺から海底堆積物のコアを採取するノルウェーの、 掘削調査船、ビダールビキングの周囲を周回して採掘し、その掘削作作業をサポートした。2006年から2010年にかけては、アメリカ国立科学財団との契約によって南極へ遠征し、マクマード基地への航路警戒に従事すると同時に、アメリカ側と共同で南極の研究調査を行っている。ありがとうございます。